高校生くらいからなんですけど、当時ガンダムのプラモデルのブームが僕らの周りにあって、でそれをきっかけに模型雑誌を買うようになったんですね。でその模型雑誌にガレージキットっていう特殊な模型の広告が載ってて、でその広告なに載ってるフィギュアっていうのがもうものすごく精巧にできてるもので始めたのがきっかけですね。きっかけとなった模型雑誌、そこが主催するイベントに直接持って行って、でその場で編集長に直談判して、僕はこういうものを作ってますと。フィギュアの中でもキャラクターフィギュアってなると、やっぱりそのキャラクターが持ってる元々のストーリーがあったり、でそれをより立体にした時にみんながあーって言ってもらえるようなものに目指すのがフィギュアであり、まず第1回大会で僕ピッコロを作ってるんですけど、好きだからっていうのが前提であるんですけど、今ならこれくらいやれるんじゃないかっていう挑戦的なことも考えてました。どっちかっていうと、ね、物語の主役じゃなくてサブキャラだけど外せないみたいな、ベジータとかピッコロとか2番手3番手だけど、なんでしょうね、魅力的なキャラクターとか、普段の仕事だとやっぱりどうしてもこんな感じで作ってくださいっていう依頼が来るときに、まずこれは絶対依頼来ないし、やりたいって言ってもやらせてもらえないだろうなっていうようなポーズにで作ってるんですね。まず顔が隠れちゃってるっていう、あとピッコロってそのマントがある分なかなか商品化に恵まれなくて、ぜひともと思って、ドラゴンボールに関するととりあえず何ていうんですかね、人体の骨格が破綻しないように作ろうとは毎回思ってますね。別にこれはドラゴンボールだけじゃなくて、骨があって筋肉があって、で複雑なポーズをとってても本当の人体の枠組みから外れない、体ひねると綺麗だとか、で体ひねって綺麗に作っといた上に、道着のシワが入るとよりそのラインが綺麗になるとか、最初から道着だけいっちゃうよりはちゃんと体作ってからの方がなんかこう説得力があるというか、だけどデフォルメという意味でそれをドラゴンボールに寄せるっていう、全く最初からそのドラゴンボールっぽいところだけを攻めちゃって、人間そのものの形をあまりにも無視しちゃうのはあんまり好きじゃないんですね。ドラゴンボールの場合そうですね、キャラクター決めて、そのキャラクターを今作るんだったらこんなポーズが作りたい、今回のピッコロのその気がグーってきてるようなピッコロの衣装を最大限こう綺麗に見せれるようなポーズ考えたんですね。あの漫画読んでてピッコロってこうだよねっていうのは多分勝手に頭の中にあって、悟空ってこうだよねってあって、でそれをこう出力するときになんとなくふわっとしてるのはやっぱ鏡の前で自分でやってみて、いやもっとこうやった方がもっと溜まってるような気がするなって、結構あの漫画でもこういう感じで溜めたりするんですよ。だからこうあえて背中はこう溜めるよりはこう溜めるだろうなっていうのは鏡の前でいろいろ試したりとかして、でそれで本当なんでしょうね、見た人が溜まってきてるなっていうのを見てもらえると嬉しいですね。だ自分の物差しで測っちゃうと、正直言っちゃうとこれは使えないかな、もうね中澤さんがベストなんですよ今のドラゴンボールの立体物のもう完成形ですね。きっと漫画に寄せてるっていう意味だと、写真に撮っちゃうと漫画なんですよ、もうすでに。でそこまで行っちゃってるんで、ドラゴンボールの世界観を忠実に再現するっていうところに関してはもう中澤さんが一等賞で世界一ですね現在で。だその似てる似てないじゃなくて、雰囲気とか何でしょうね、造形物自体の魅力とか、そういうもっとこう枠を大きくしてもらって見てもらえれば多少はチャンスがあるのかもしれないですけど、勝てる気しないですね
やあ